福島への思い。どういうことを気にかけて、やってらっしゃるかお聞かせいただければと思います。震災直後はですね、放射線への不安を訴える住民の方がいらっしゃって、今は村の方に来られる住民の方は除染の確実な実施と、それから既存時期の不安を持ってこられる方が多いので、そういった不安を取り除いて、なるべく多くの方が帰れるように、震災前のきれいな村に戻すということを思って仕事をしております。小西さんはどういうお仕事をなさっているんでしょうか。今桂尾の方で、除染の事業の方に、携わっておりまして、村の方の除染関係をやっております。村の皆さん方が、今離れられておりますのでね、できるだけ、多くの皆さんが帰ってこられるように、我々としてはですね、できるだけ丁寧な除染作業をしたいというふうに心がけております。